公園から子供が減っているって本当？ YouTube とかゲームをするのと外で遊ぶ時間どっちの方が好きですか？ゲームやっぱり外で遊んでほしいですよ。やっぱ YouTube がいい。 YouTube がいい。実際に子どもの外遊びが減ったと感じる保護者はなんと8割以上。しかしその原因はゲームや YouTube だけではない。野球とかができないとかそういうところが多くて遊ぶ場所に困ったりと。遊具この前行ったらもう立ち入り禁止になっちゃってて遊べなくなってて、ブランコしか遊べなくってせっかく来たのにって思います。増える公園の規制、それでも外遊びにはメリットがたくさんあるんです。そして遊び場で困るのはもう終わり。子育て世代が選ぶ広島県内の遊び場ランキングを発表。ここはもう何回も行ってます。はい、ボール遊び、あ、ボール遊びもしましたか。よく旅行滑り台もね。さらに早くも話題沸騰、先週オープンした最新の大型屋内施設地球の庭の魅力とは。子どもの遊び場を犬山さんと考えます。子ども未来か。2児の父、私吉弘がリポーターを務めます。犬山神子さんと考える子育て、神子と学ぶです。今回のテーマは子どもの遊び場です。今回もですね、画面右上に出ている二次元コードから皆さんのご意見をお送りください。さて小島さん、はい、子供の遊び場といえば、うん、どこをイメージしますか？我が家の定番は、まあ、公園か、はい、ゲートパークとセットで子供文化科学館に行っていきます。はいはい、ね、あそこはまあジオラマなどもあったりして、はい、いろいろ遊べるところも多くて、うん、私もよく愛用しますが、実はこんなデータがあります。はい、小中学生の遊び場所というのの1位はですね、実は自宅で 92.1%、90%、2位に公園が入ってくるんですけれども、こちらは 49.3% ということで 50% に満ていない。犬山さん、これちょっと驚きの結果じゃないですか？いや、確かに驚きなんですよ。私たちなんか想像ではのび太たちみたいに空き地にみんなこう集まるみたいな、はい、もう時代は違って、でも確かにうちの子もやっぱりほとんど家にいるんで、そうかってちょっと、ね、小中学生になるとやっぱり自宅なんですかね。まあ、しかもスタッフも言っていたんですけれども、公園に行って、ね、ゲームをしているような子どもたちもいたりするというようなことで、いろいろ時代は変わってきているのかもしれませんが、町の方々にも子どもの遊び場について聞いてみました。 YouTube 見るのとお外で遊ぶ時間どっちの方が好きですか？ YouTube がいい。親としては外でいっぱい遊んでほしいですよねどっちがいいですか？ゲームってどういうところがいいですか？飽きない。外遊びは飽きる。疲れちゃう。ゲームはどうですか？疲れますか？いや、疲れない。ゲームは疲れないそうですか。外で体を動かしてほしい、親なら誰しもがそう思うのですが、外で遊ばせづらいと感じる実情も。遊具この前行ったらもう立ち入り禁止になっちゃってて遊べなくなってて、ブランコしか遊べなくって、せっかく来たのにって思いました。多分老朽化でだと思うんですけどね。あと壊れたのを修繕できないっていうのもあるんでしょうね。壊れたまんまになっちゃってるみたいな。危険は割と感じるのが、喫煙の方がいらっしゃったりして、副流煙も心配なんですけど、ちょっと危ないなっていう。公園とかでちょっと遊ばせづらいかなって感じることはありますか？結構ボールとか使ってたりとか、大きい子がいるとやっぱりちょっと遠のいてしまいます。不安だなという怖さが危ないかな。 ありますよね。あ、そうだよね。やっぱりね、ちょっとボールが危ないかなと思うよね。思ったの。子供から大人まで様々な年齢の方が利用する公園、そのため公園には多くの規制がある場合も。野球とかができないとかそういうところが多くて遊ぶ場所に困ったりとか。僕は野球してたんで、はい、野球一緒にしたいんですけどね、なかなかする場所が減りましたよね。ボール遊びが禁止されている公園とかあります？はい、ある。そういう時どう感じますか？嫌な。野球とか
サッカーとかがなかなかできない。やりたいですよね。でジャングルジムとかがない公園が増えたなと感じていて、なんかやっぱりまあ危険性はあるんでしょうけど、遊べる遊びが減ってるなとは感じています。街の声でも聞かれたものとして、こちらにこんなデータがあるんですけれども、公園の規制や禁止の事項が増えたと思うということに対して、とても思うと、どちらかといえば思うという割合が 77.9%、 さらに公園の遊具が減ったと思うという質問に対しては 67% の人が、どちらかといえば思う、とても思うと答えているんですよね。犬山さんはこの現状どう感じていますか？確かにボール遊びができなくて困ってる小学生は結構周りでも話を聞きます、その遊具もそうですよね、もちろん、危険性とか考えて減っていってるっていうことは、子どもを守るっていうことなので、これがイコール悪いっていうことではないんですけれども、じゃあ減った分、そこって予算の問題もあると思うんですけど、新たに安全で子どもが夢中になるような遊具が増えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。今の枠組みにとらわれずというところは、小島さん考えてもいいかもしれないですよね。そうですね、やっぱり自由に遊べる場所が少なくなってるのかなと思うと、やっぱりこれは親も子どももちょっとしんどいのかなと思ったりしますね。さまざまな規制というのは安全性を鑑みてという部分もあるかもしれないんですけれども、その影響もあるのか、子どもの外遊びが減少したと感じるかという質問に対しては、はいと答えた人が 86.3% にも及んでいるんですよね。でこの減っている外遊びなんですけれども、実はいいことがたくさんあります。外遊びのメリットについて専門家に話を聞きました。外遊び推進の会の発起人でもある早稲田大学の前橋明教授にお話を伺いました。外遊びというものはやはり子どもの成長には欠かせないものですか？私はなくてはならないと思っているんですね。いろんな発見とかいろんな挑戦とかやっていくんですね。そして実験してるんです。それを自分なりに勉強したりして、知的な面も外遊びでバーンと伸びていきますね。そこに友達が関わると、順番を守ったり応援してあげたり、社会的な面もぐーんと伸びていきますね。それからもちろん体を使って遊んでますからね、身体能力も育っていきますよね。さらに遊ぶ中での喜怒哀楽などの感情表現や精神的な成長も、身体的、知的、社会的、情緒的、精神的な面をバランスよく遊びの中で自然な形で子どもたちが経験していく、それが外での友達との交流遊びですね。まさにいいこと尽くしの外遊び。太陽の光を浴びることでさらなる効果も。光環境が目の保護とかですね、目の健康に非常に役に立つ。光の刺激というのは、ですからスマートフォンとかパソコンの光ではダメで、太陽光の光を外で浴びるということですか？太陽光の光、ウルトラバイオレットを浴びるということは一つ大事なことだと思うんですね。そういう光を浴びないという環境の中で過ごして、やっぱり近視の子どもがこれからますます出てくるんじゃないかなと、そういう心配もしています。だから、体のことを考えると、チャンスがあれば外に出て遊ぶ、ぜひともしてほしいなというふうに願っています。はい、ということで早稲田大学の前橋教授は、外遊びのメリットについては、身体的、知的、社会的、情緒的、精神的な面でもプラスがあって、遊びの中でバランスよく成長できるという部分がメリットだと、さらには太陽光を浴びることで近視の進行抑制効果があるということで、紫外線とかってどちらかというと避けた方がいいのかなと思いました。過度に浴びるのはおそらく良くないんでしょうけれども、適度なやはり太陽光というのは、いいんでしょうね。さらに1日30分から60分の外遊びを推奨していて、昼間に外遊びで体力を使うことで早寝ができて、犬山さん、生活リズムも整うということです。早寝してくれたらもう親も一番助かるっていうやつなんですけど、はい、後の時間が、たっぷり使えるというところありますもんね。やはりメリットが大きい。大きいなって私自身も感じることがあって、何ですか、網の高くまで登っていくやつあるじゃないですか。はい、ありますね。赤いやつで起きますね。でそれに子供を連れて行って、そうするとですね、
勇気を出してチャレンジしてみようみたいな、怖いけど頑張ってみんな上の方まで登ってるからやってみようみたいなことで、その夏のうちにこう登れるようになったとか、そういう自由な成長とかもあったりして、うん、あ、確かに精神的な成長もあるななんていうふうに思いながら聞いてました、そこから学んでますよね、そうなんですよ、いろいろな成長にもつながるという外遊びなんですけれども、さてここからはゴールデンウィークということで、このゴールデンウィークにおすすめ子育て世代が選ぶ子どもの遊び場ランキングを発表していきたいと思います。待ってました、はい、まずはですね10位から6位までご紹介です。こちら、はい、はい、出ました。まず10位は佐伯区遊び王国ピーカブー、さらに9位府中市、府中市子どもの国ポムポム、さらには東広島市道の駅西条のんたの酒蔵が8位に入りました。7位のど越公園、まあ、端ダムの隣行かれる方多いんじゃないでしょうか。そして6位は廿日市のチューピーアスレチック空へということで、小島さん行かれたことある場所は？私あの8番の西条のんたの酒蔵、はい、これ取材で行ってすごく良くて、子供を連れて行ってあげたいのにまだ行ってないんですよ。行ってない？はい、うちはもう何回行ったかな、ここ良かった、10回近くは行ってる気がしますが、良かったですよね、はい、道の駅にあるんですか？そうなんですよ、ここはあの雨の日でも使えてすごくいいんですよ。でもねここ自転車じゃ行けないのよ自転車でね、いろいろあると思います。私は6位と9位が行ってないんで、ちょっとまた今度行きたいなと思っているんですけれども、さあこの後はですねトップ5を発表していきます。子育て世代が選ぶ第1位はどこになるんでしょうか、皆さんもイメージしてみて。どこかな、子供未来か。子育て世代が選ぶおすすめの子どもの遊び場ランキング、自転車で2人と2丁かできる、沼地。第5位は沼地交通ミュージアム、室内には本格的なジオラマがあるほか、屋外ではさまざまな形をした面白自転車が大人気です。雨の日とかは室内の方が遊びやすいので、遊び場が楽しい、滑り台とかがいい。最高ですか？はい、あいいですね子供を室内で1日たっぷり遊ばせたいという時に思い浮かぶ場所としてキッズランド US が第4位にランクイン。子供が楽しめるコンテンツが盛りだくさん。お値段もいいんですよ。いいですよ、私も行きます、はい、そして第3位は庄原市にある国営美北丘陵公園、広い敷地内に大型遊具やアウトドア、季節の花などがあり、子どもから大人まで丸一日遊べる場所として人気です。ここはもう何回も行ってます。交通公園、交通公園、はい、ゴーカートが好きよね。あ、ゴーカート乗るの楽しい、いいよねゴーカートが大人気の広島トヨペット交通公園が第2位。敷地内には信号や道路標識、踏切などがあり、遊びながら交通ルールを学ぶこともできます、ね、大好きです。よく行く場所としては好きよね、ね、イベントすごいやってるんですよね。この前行った時はティラノサウルスと鬼ごっこができるってイベントやってて、すごいね、いっぱい遊べたよね。食べるところもあるし、まあ、公園無料なので東広島に行く時は牧場寄って福富行ってみたいなよくします。第1位に選ばれたのは道の駅湖畔の里福富。子供が喜ぶ大型遊具だけでなく、ショップやレストランもあるので家族でのお出かけにぴったり。イベントが開催されることも多く、何度行っても楽しめると子育て世代納得の1位となりました。ということで第1位は昨日のアベレンでもお伝えをしました、東広島市にある道の駅湖畔の里福富ということで、小島さん、はい、1位から5位までを見てどうでしょう、うん、あ、
私あの2位の広島トヨペット交通公園はよく行くんですよ。よく行く。ここはね、私の息子もよく行きます。ね、広いし虫探しもできるし、本当ゴーカート回って楽しいですよね。女の子も言ってましたね。そこが一番楽しいかなというところですね。犬山さん、どこがこう気になった場所ありますか？いや、私やっぱさっきから道の駅が気になってましてね。はい、何ですか？親も買い物したり、ご飯そこでね、その地元の元をいただいて、子供は楽しいでしょ。うん、やっぱり親も一緒に楽しいって大事じゃないですか。そうなんですよね。だからそう、最近の道の駅の充実っぷりすごいなと思って、今度寄ってみたい。親子で楽しめる施設というところが、まあ1位に輝いたわけですけれども、まあ、トヨペット交通公園なんかはね、ゴーカートにも一緒に乗れて思い出も作れますし、北栄美北丘陵公園はもう広い芝生でも遊べれば大型遊具もある。4位の坂町のキッズランドユース、ここもね、街で話を聞いてた、やっぱりすごく人気 で、ね、私の家もよく使うんですけど、小島さんの家も、雨の日はいいですよね。そう、雨の日でお値段もね、はい、お値段が優しいのが優しいのがまた嬉しいというのがこのキッズランドユース。沼地交通ミュージアムも乗り物好きには本当にたまらないということなんですけれども、そんな中ですね、今子育て世代が注目している遊び場が先週金曜日にオープンしました。東京、沖縄に続き3店舗目となる屋内施設地球の庭が先週金曜日にイオンモール広島府中にオープン。その名の通り、地球をモチーフにした遊具で体を動かすことはもちろん、想像力を培いながら遊ぶことができます。こちらが火山エリアといって、お山の中にボールを入れると噴火する仕組みになってます。ボールいっぱい入れると綺麗な噴火になります。氷山エリアではおよそ19メートルのレールグライダーでボールプールの海をひとっ飛び、さらにふわふわのドームの上を飛び跳ねて遊べる北極エリアに、親が地味に嬉しい屋内で砂遊びができる地層エリアなど、遊び方は無限大。公園に連れてって砂遊びするのって最近あんまりしてなかったんですけど、室内にあるんだったらやりやすいなって思いました。7月8月になったらもう暑すぎるんで、やっぱもう大人も子供も熱中症が心配なんで、やっぱ屋内でこういうところがあると親としてはありがたいかなって。子供未来か。今日の神子と学ぶは子どもの遊び場というテーマで、皆さんからご意見をお寄せいただきました。ここから紹介をしていきます。まずはですね、レイ72さんです。弥勒の里福山ですね、うん、一日中遊べますというところでおすすめのスポットを挙げていただきました。さらに矢部さんは、以前利用していた室内遊び場が次々閉まり行く場所がなくなった。なるほど、お近くにねなかなかないという方もいらっしゃるかもしれません。さらにみーちゃんさん、いつもありがとうございます。小さい子には近所の公園で長く遊ぶのが一番喜んでましたね。一番お金もかからず、何かあればすぐ家にも戻れますし、ね、はい、うん、本当に近くの公園っていうのはやっぱり大きいなと思います。私も近くに公園があるところを選んで家を買いました、はい、そういうところは、ね、あるんじゃないかなと思います。さらに、もう一つ紹介していきます。ゴンちゃんさんです、ありがとうございます。シングルマザーでということで、車の免許を持っていないので子供を遠くの遊び場に連れて行ってやれず、息子に悔しい思いをさせただろうと思う日々でした。フラワーフェスティバルや東華さんなど広島市内で楽しめることや、 JR やバスなど交通費がかからないときに県外や日帰り旅行に連れて行きましたということで、犬山さん、いろんな遊び方がある中で、また近場で遊んだりとかっていうできる場所があるのはいいですよね。いや本当ですね、うん、私もカーシェアを利用するものなので、学校の友達がその車で例えばお台場の方とかも当たり前に行く環境を見てると、うん、やっぱりうち基本チャリだからなとか思いながら、もうもやもやする気持ちもあったりするんですけど、こうやってね、確かに近場にねフラワーフェスティバルやって、うん、もうすぐですよね、うん、やってそうですね、今ですか、もうやってるんですかね、もうまさに、はい、明日明後日ぐらいからというところではありますけれどもね。 あとは繁忙期を避けてという、ね、方もいらっしゃるということで、いろいろ親としても試行錯誤をしながら楽しめる場所はないかと探すところはありますよね。あともう一通ですね、届いていて、トミーさんからいただきましたが、塾や習い事に行っている子どもが増え、見てくれる上級生がいないため公園も危険ということで、
以前であれば昔であれば上の世代が見てくれるというのは犬山さんありましたよね。確かにみんな塾でお兄ちゃんお姉ちゃんがいた。そうか、だって今公園もね不審者とかのねその注意喚起とかもあったりして、なかなかこう大人なしで遊ばせることもちょっと怖かったりしますもんね。本当にこう様々な遊び場がある中で楽しいところも多くありますからね、ぜひゴールデンウィーク連れて行ってあげたいなと思うんですけれども。